寺垣教授、速稼塾の久保です。今回はブレイクタイムについての返信させていただきますね。まあ、死について語っていただいたところで、仏教の死とは何かというと、体は滅びる、だが命は続くという概念でしたね。これは私も本当にそう思うんですよ。人間が精神力を持っているっていうのは、生きてる間もそうですけども、死んだ後も肉体は滅んでしまうんですが、精神力だけはね、残っているんではないかなと思うんですよ。またそういうふうに思わないと、やりきれない部分もありますよね。もしかしたら、精神っていうのも物体の一部だとしたら、物体が滅べば同時に精神も滅んでしまうというね、悲しい結末なのかもしれませんけども、少なくとも人間が死んでも、全くゼロになって消えていってしまうわけではなくて、何らかの構成要素に炭素とか窒素とか水素とかにね、分解されて続いていってる質量保存の法則があるんではないかなとは思うんですよ。そうなるとですね、私たちは死後体が滅びた後、確かに目はなくなり、鼻はなくなり、口はなくなり、耳はなくなり、そして心臓もなくなる、脳もなくなるので、多分見ることや聞くことや感じることとか考えることとかってできないでしょう。そして語りかけることもできないんだと思います。そういう意味で言うと、別次元に存在は続いたのかなというふうに考えることもできるんですよね。そして寿命という言葉がありました。花びらは散っても花はなくならないとね、寿命、まさに寿の命と書いております。で、この寿の命、命がなくなった後も寿は続いていくということを考えると、桜というのはね、いろいろなことを我々に語りかけてくれるわけなんですけども、さあ私はね、こういうふうに思うわけですよ。人間が何かに生まれ変わるとしたらですね、きっと以前の構成要素はミミズの一部、木の一部、土の一部、そういうものがぐちゃぐちゃに混ざって、もしかしたら人間の一部が入ってるかもしれません。それによってこの新しい肉体を持って生まれてくるということを考えるとですね、まあ輪廻転生という考え方もこの質量保存の法則とイコールになっているんではないかなと思うんですよ。そうなると、以前私たちの体っていうのは一部が山の一部であったりね、川の一部であったり、そういうものもあるかもしれませんよね。花の一部であったり、ただその記憶を思い出せないだけ、もしくは思い出すことがたまにあるのかなっていうことなんですよ。一番最初の話でこんなことを思ってませんでした。虫が近くに来たら、あ、死んだおじいちゃんが虫の形をとって近くに来てくれたのかなって感じる人がいると思うんですよ。でもそれはあながち嘘ではないっていうふうなね、伏線の回収が今回できたんではないかなと思います。いずれにしても命、死についてはいろんな見解があると思いますし、なかなかこれをね、これが正解ですよって言ってくれる人もなかなかいません。まあですんで、だからこそ改めていろんな考え方を受け入れていくってことが大事なんではないかなと思います。それではこの動画に対する寺垣教授のまた返信を待ちたいと思いますけども、この動画のね、今回の動画の元になった寺垣教授のコメントをこの後に貼り付けてますので、よろしかったらどうぞ。どうもー、寺垣です。おまけの動画です。信仰のブレイクタイム、根源的なあの話ですが、死について少しお話をさせていただきます。人は生まれ、そして死んでいくというのはもう何千回何万回、わかりません。日本は縄文時代が約1万年ほどあったというふうに言われていますので、もう何千世代続いていることなんでしょうか、この生まれて死ぬってことね。それで仏教では特に浄土真宗ではですね、死ぬって言わないんです。まあ、言いますけども、仏教的に、この死というのをどのように受け止めるかっていうと、この死んで体が、まあ、体が滅ぶ、なくなる、失われる、消える、確かにそうですが、その私のこの今生きているこの命そのものはなくならない、まあ、消えないっていうことでしょうか。まあ、天に召される、あるいは昇天する、あるいは何でしょうね、まあ、宣言するとも言いますけども、仏教ではですね、往生と言います。往生、王は行く、生は生まれる、これで行き生まれるというふうに言うんですね、仏教では。ですから確かに、息を引き取る瞬間を迎えますが、それで、まあ、命が消えてなくなるわけではない。まあ、観念的になりますが、
遠い吉尾さんって方がですね、まあ、有名な言葉を残されているんですが、花びらは散っても花は散らない、人は去っても面影は去らないっていう言葉があります。今これから北海道もですね、あの桜前線上陸してまいりまして、今日はちょっと雨ですけども、花見しますね。桜綺麗ですね。なぜ桜が綺麗かっていうと、すぐ散るからです。あ、散っちゃったねっていうふうに言いますが、あれは花が散ってるのではなく花びらが散ってる、いるんです。花そのものがなくなるんじゃなくって、花という状態を構成している花びらが散っていくっていうのが正しいものの見方なのかもしれません。でも結果だけ見て、あ、花が散ってしまったねって言ってますけども、よくよく考えると花びらが散っているだけで、花そのものが消えてなくなったわけではない。季節が巡ってまた来年になれば必ず花を咲かせるわけであります。人間も同じように、私の体は、まあ、よく寿命と言いますけどね、寿命が尽きたならば、死んでいくわけでありますけども、それで虚しく消えてなかったことにならないわけであります。確かにこの世に存在をし、生き、悩み、笑い、怒り、そしてまあ根性の命に終わっていくんでありますけども、その私がいただいた命そのものは大いなる命の源にこう、まあ、流れ着いていくというか、あるいは帰っていくというか、先ほど言った往生ということを言うならば、生まれ変わっていくっていう、まあ、そのように受け止めるっていうのが、まあ、あの仏教におけるこの死生観って言うんでしょうかね。この苦しみから悲しみからさまざまな制約から解き放たれた状態、別の言葉で言うとそれを涅槃と言います。ですからお釈迦様は亡くなった死んだのではなく、2500年前にお釈迦様は涅槃に入られたっていうふうに受け止めるのが、まあ、仏教との共通認識かなというふうに思います。本日の信仰のブレイクタイム、まあ、死ということについて一考察お話をさせていただきました。またあのブレイクタイムさせていただきたいと思いますので、お付き合いいただければと思います。ありがとうございました。